よみがえる神話狼実況プレイ。皆さんこんにちは、ラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回は神木村を旅立って漁島原っていう新しいところに来たところで終わりました。で、久しぶりに見たこのでっかいたたり場ね、これを払わなければいけないということなんですけど、実はこれね取り直ししておりまして、ちょっとねゲーム音の音量がすごい大きくなってしまったので、もう一回取り直してるので、まあどうすればいいかなどちょっと分かっているので、ので言い過ぎだなちゃっちゃが行きたいと思います。はい、はい、首なし地蔵ということで戦いたいと思います。ですね、この人は結構倒すの簡単なので、もうゴリ押しでバンバンいきたいと思います。よいしょよいしょ。浮津鏡で戦うのは初めてかなと思うんですが、まさかあの優しげなお地蔵さんがこんな怖いことになってしまうとは。これでも討伐時間だけなんだ。はい、で1回しか使ってないんですけど、個人的にこの紡がりの太刀がすごい好きなんで、かっこいいしね、めっちゃかっこいいよね。これデザイン的にもすごい好きなんで、こっちを表にしていきたいと思います。ほらかっこいいもん。なんかよし。でこれも溜まってるので、とりあえず炭をあげてから、まあね、太陽気も後々あげれればなと思います。で、向こうにも道があるんですけど、まだ行けないので、先に奥に進みたいと思います。こっちはたたり場があるので、よし。で、ここでみんな大好きデカ玉 OK で、ちょっと私まだこの酒樽みたいなの役目をあんまり分かってはいないのですが、こうやってね、水をどんどん上の方にやっていきたいと思います。まずはここを水でいっぱいにして、あっと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 でね、この岩はまだ壊せないので、とりあえずはこうやってこの水の筆技なんて言ったかな、名前忘れちゃったんですけど、はい、神様の名前を覚えてんだよね。確か濡れ神様だったよね。どっちだっけ、こっちかな。はい、でどんどん登っていきます。はいと、で、あそこに枯れてしまっているのがあるのでね、まあ見てればわかると思うんですが、見覚えありますよね。さいの目です。はい、さくやの姉ちゃんの分身かな。はい、で、これを咲かせたいと思います、桜花で。よし、久しぶりですね、さいの目を咲かせるのも。と綺麗ですよね。このたたり場払いというか、紙おろしかな。はい、さち玉いっぱいと。いやー、ずいぶん派手に呪いが消し飛んだぜ。どうだい、これが中津国のど真ん中、漁島原の本当の姿よ。なんて、実はおいらもこっちの方はよく知らねえんだ。でもあそこに見える難破船、おいらが知る限りじゃあんなもんなかったような。ほんとだ、結構大きいですよね。ま、そんなことより漁島原っていやー都よ。ちょっと歩きゃ西安峡っていう都があって、とにかくいろんなものが集まってくるんだぜ。ぼちぼち行ってみようじゃねえか、ケムクジャラ。なんかケムクジャラって呼ぶのやめてほしいな。ってことで降ります。はい。でですね、たたり場が広がってた時にはここは入れなかったんですけど、入れるようになってるので入りたいと思います。はい、よいしょ。で、さち玉ももらって、よし、やってまいりました。てかさ、ここに置いてあった人形みたいのが吹き飛ぶのがすごい怖いんですけど、でね、このおっとっとっと、見覚えあると思います。木仙馬場です。で、ここまっすぐこっちに行くと多分アガタの森とかに通じるところに行けると思うんですよね。で、左側から漁島原に行けるんですけど、こっちもあるのかな。なんだこれ、あ、回復できるんだ。へえ、こっちは知らなかったな。ということで、まあショートカットができるっちゃできるのかなってことになりました。うまくいかないな。よし、じゃあ向こうの方に、西安峡の方にね、行きたいと思います。たたり場がなくなったので。で、ここが安国寺っていうとこなんですけど、上にちょっと安国って書いてあるんですけどね。この中入って誰かいるかなと思って行ったはいいんですが、中誰もいなくてですね、まあ、とりあえず調べていきたいと思います。なかなか立派な仏像があるぜ。これだけの上物の仏像放っておいたら盗まれちまうよ。まったく用心が足らねえな。誰もいないってどういうことって感じですけどね。んで、線香が仏前に捧げられてるぜ。これよくお寺にあるよね。で、一杯のろうそくと、こっちに宝箱、香炉。はい、ここにふさわしい感じの宝箱の中身でしたが、そんでだ、まあここにはとりあえず何もないので、よいしょよっ、ジャンプするの好きなんですよねそんでこっち側に行きたいと思います。で、あそこのね、櫓があるんですけど、あ、ごめん、なんか動物を吹き飛ばしてしまったような。ここをね、なんか登れないんですよね。まあ、実際やってみればわかると思うんですけど、この壁ジャンプでもいけないんです。なんだい、尼子、この櫓に登りたいのかい？確かにこの上は見晴らしが良さそうだもんな。でも、そりゃちょっと厄介だぜ。この作りじゃいくらお前が壁ジャンプしても天井に頭をぶつけちまうだけだからな。お前に2倍のジャンプ力でもありゃ話は別だけどよ。ということで、まだいけないっぽいんですね。なので、とりあえずはそこにいる人に話しかけて西安峡に向かいたいと思います。はい、このファンシーな方にね。漁師、あそこに座礁している船、かわいそうにな。あと少しで港に着くってところだったのに、おっかない水流様に襲われて沈められちまったんだ。なんでもすごいお宝を積んでたって話だけど、やっぱり水流様が暴れ山はある。この海を後悔するなんて無理があるぜ。水流様？はい、お前もこんなところで海水浴なんてやめといた方がいいぜ。水流様は狼だって容赦なくパクッと言っちまうからな。なんだ愛想の水流様ってのはよ。お前水流様を知らないのか。今この辺一帯の海で暴れ回ってるバカみたいにでかい竜の神様だよ。本当は海の平和を司る神様だったんだけど、ある日を境に突然暴れて人を襲うようになったんだ。リバイアさん的なあれですかね。都へ食料を運ぶ船もみんなその水流に沈められちまって、都の女王様困ってるだろうな。てか都もだいぶ大変ですね。なんか関所のところにいた方もなんか疫病が流行ってどうのこうのって言ってたし、食料なんてなると結構危険な状態なんじゃないかな。あそこに沈んでいる船だってすごいお宝を積んでたらしいけど、水流様に襲われてあのありさまだよ。結構な力がありそうですね。だって結構大きい船だったもんね。お前すごいお宝の話に興味があるのか。ありまーすがめついねあの船にはたくさんのお宝が積まれてたらしいけど、俺が知ってるのは体を虫のように小さくできる不思議な小槌の話だな。一寸法師の内出の小槌的な、そいつを使えば針の穴ほどの隙間さえ通り抜けられるって代物なんだが、一体何の役に立つのかね。お前今露骨にそんなお宝より金目のものはって顔しただろ。とにかくこんなところで海水浴なんてやめといた方がいいぜ。水流様は狼だって容赦なくパクッと。こう聞いたってことで、まあまだナンパ戦にも行けないのかな、わかんない、試してはないんですけど、とりあえずは都優先かなって感じで、よいしょ。浜辺、綺麗な浜辺に降り立ちます。海綺麗だよね。おととととと。で商人さんがいますが、商人さんはスルーして先にここのね、なんか雰囲気めっちゃ悪い地面を綺麗にしたいと思います。大岡で。はい、紙おろし。サチ玉15個。これでもう太陽気を上げれますね。で、ここも多かって、はい。本当にこんな力あったらいいよね。自然いっぱいにできるよ。そんで、向こう側と。最近動物たちに餌をあげてないなぁと思いつつ忘れてしまうので、ここにいる、なんだろう、ウリボウ、イノシシ、ちょっとわかんないんですけど、餌をあげたいと思います。豆。あ、豚さんだった。あれでも違うとこにはウリボウいたよね。よし、とりあえずみんなお腹いっぱい、幸せいっぱいということで、この人にも話を聞こう。動物好きの男。おかしいな、僕の飼っていた稲葉がどこかに行っちゃったんだ。ワンコをどこかで見なかったかい。どんな動物なのかが教えてくれないのでわかんないんですよね、この人ね。で、この大きな橋っていうか桟橋とまではいかないかな、大きいしね。とりあえずそこをまっすぐ行って、宝箱があるので、あ、間違えた。あれ、どこ行った。あ、猫ちゃんがいる。はい、宝箱を開けてトンボ玉。はい、で、あ、ごめん、なんか間違えちゃったみたいこいちゃったみたいですけど、魚をあげたいと思います。はい、スキップ。よし。てか普通の猫に会うのは初めてじゃないかな。よし。そんでもって、そんでもって、今度こそ都に入りたいと思います。おっと？はい。私この漢字読めないんです。シュートガラスシュートメットリガラス読めないんです。ごめんなさい。で、このね、武器、なんかパワーを貯めることができましてですね、今光ってると思うんですけど、で、この人、なんか突進してきた時じゃないとダメージ与えられなくって、今こういう風にやっても無駄ってなっちゃうので、とりあえず力を貯めつつ、キャー怖い！攻撃できるチャンスを伺いたいと思います。うーっと、危ねえ。さあ、飛びなさい、飛びなさい。もうこっちの準備は万端なんだよ。そんで、逃げる。アタック。オッケー。あ、こんな感じでね。はい。かなりこれ使いやすいと思うんですけど。ヒュー、ヒュー。で、まあ倒してそこのお宝をもらって西安峡です。入りたいと思います。はい、鋼の拳。ようなき者の立ち入りを禁ずる。ようはないけど、でも向こうも気になるんですけど、まだ行ってないんですよね。とりあえずこっちへ行って、でここに、あ、そうだ、ここ掘れないんだ。まだね、掘れないんですよね。で行きたいと思います。都なんかすごいところから侵入しちゃったんですけど、おっと、ギリギリ妖怪騎馬ゲット。はい、西安峡庶民街。ん？なんだこりゃ。せっかく賑やかな都へ着いたっていうのに、妙に毒々しい色の霧に覆われてるじゃねえか。なんだか体に悪そうだけど、こんな霧の中でみんな普通に暮らしてるのか。はい、でなんかここにね、咲かせられそうな木があるんですけど、桜花でやっても無駄って出ちゃうんですよね。多分この霧のせいだと思うんですけど、まあ話を聞いていきたいと思います。取り直しする前はこの人と、あと向こうにいる人に一人話しかけて終わっちゃったので、もうちょっと探索してみたいと思います。加倉井かぶれの侍、卑弥呼様は、女王卑弥呼様は一体どうされたんだ。いつも我々のような庶民でも神殿で悩みを聞いてくれ、それに強力な法力で妖怪どもからこの西安峡を守っておられたのに、突然神殿に閉じこもってしまわれるなんて。卑弥呼様、どうか助けてください。おいおい、大丈夫か。その卑弥呼様っていう人がこの町の、なんだろうな、率いてるっていうか重要な人物かなって思うんですけどね、この人伊達天さんかと思ったら違う人でした。颯さん、こりゃいけねえや。さっさと文の配達をしなきゃならないってのに、腰が抜けたみたいに動けなくなっちまった。今日の霧はまた一段と濃いけど、こんな日は決まって体の調子が悪くなりやがら。確かに霧の中ってのは気が見えるけどよ、人を苦しませる霧なんて聞いたことないぜ。でもなんかもう色がさ、ほんと毒だよね。みんな大丈夫か。結構苦しんでるよ。都の男、いててててて。ここ最近体の調子が悪かったんだが、ちょっと用事に出た途端歩けないほど体中が痛くなれたな。ちくしょう、俺はこんなことをしてる場合じゃないってのに。でててて、あんこ、そんなにじろじろ見るない。あまこ、やっぱりこの霧は普通じゃねえ。だいたいこの都の中だけ漂ってるなんて、いくらなんでも不自然すぎら。今はまだ無事な人間もいるようだが、このまま日数が経ったら一体どうなっちまうんだ。かなり危険だよね。だって弱ってる人もいっぱいいるし。大丈夫？商人さんかな？マスミ。拙者を武者修行で全国行脚しているのだが、この西安峡に立ち寄った途端、突然体が重くなったのだ。噂ではこの都の女王卑弥呼が強い砲術を操ると聞くが、まさかそのものの仕業ではあるまいな。このような濃霧が立ち込めているのも不気味極まりない難しいよ日本語。しかし何があろうと拙者は屈さぬ。決して屈さぬぞ。侍って感じ。ザ・侍って感じで、門番っぽい人。平気なの君たち。最近はあまり対象が優れんわい。私だけではない。都中の者が今その身を病んでおる。中に重い病にかかり、床に伏しておる者もおるようだ。我々のように身を鍛えている者はともかく、他の民が心配だ。ああ、なるほどね。日々の鍛錬のおかげってことね。その上、この漁島原では海上水流が乱心し、大海原で大暴れしている。民が不安を抱くのも仕方がなかろうよ。神殿でご祈祷を捧げているであろう卑弥呼様が顔を出してくれれば、皆も気が楽になるのだろうが、一体卑弥呼様はどうされたのであろうか。結構信頼されてる人なんですね、卑弥呼さんね。多分邪馬台国の卑弥呼さんのことだと思うんですけどね、こっちの世界で言うね。兵士、なんだいワンコ、お前もつづらお様に会いたいのか。つづらお様って誰だ。この先の越見殿に行けばつづらお様のご説法が聞けるよ。卑弥呼様が神殿にこもられた今、つづらお様が都を治めているんだ。突如現れたたたり場といい、原因不明の流行り病といい、今の西安峡は本当に明日もわからぬ状態だからね。こういう時につづらお様のような指導者の存在はありがたいよ。つづらお様は犬や猫であろうと分け隔てなく接してくださるはずだよ。ああ、じゃあつづらおさんも結構地位が高いのか。なんだ向こう行けないっぽいのかな。とりあえずまっすぐも行きたいけど、話しかけてない人もまだいるのだろうか。いるね。大丈夫？女の子だ。気のせいか体の調子が日に日に悪くなっていくようですわ。海では守り神の水流様が大暴れしていると聞きますし、漁島原は昔のような平穏を失ってしまうのでしょうか。この胸騒ぎと辛い差し込みはいつになったらなくなるのかしら。おっと、宝箱がある。よいしょ。結構平和っていうかな感じだったのに、この卑弥呼様がなんだろう、その神殿にこもっちゃってから様子がおかしくなっちゃったっていう話ですよね、きっとね。はい。で、この辺のお宝を容赦なくいただいていくのですが、はい、航路。航路とかこういうのどうするんだろうな。売るのかな。めちゃめちゃいっぱいあるじゃん。よいしょ。はい、浜札。水源発掘工事中につき立ち入り禁止。水路の工事？大山港、ちょっと面白そうじゃねえか。行けってか。これはさっきの人とは違う人だよね。体中が何かに締め付けられるようだわ。都にたたり場が現れて以来ずっと気分が悪いの。病に伏した人もいるようだし、都は一体どうしてしまったの。みんな結構不安ですよね、やっぱり。で、ここは何もなくねってことで、ここはとりあえずいいかな。よいしょ。お、誰かいる。親方に憧れる男。おいらの体は一体どうしちまったんでやんすか。突然体中がもやもやと痛み出して、この通りまともに起き上がることもできねえでやんす。バカバカバカ、おいらのバカ。早く親方のところへ。水路の工事を手伝いに行かねえと。親方いなかったよ、さっきの男でしょ。いつまでたってもこの都の水路に水をよみがえらせることができねえでやんす。あ、ここ水路なんだけど枯れちゃったの。大変だね。みんなだいたいこうやってジャンプするとびっくりマーク出るんだけど、それも出ないくらいに弱ってんのかな、みんな。牛の角の飾り。宝箱がいっぱいだな。はい。よいしょ。で、あ、間違えた。人魚の古船。人魚の古船の使い方が未だによくわからないよ。で、今、水路のここと。石器セット。はい。で、奥にもまだ宝箱があると見たけどなかった。ここら辺なんか真っ暗じゃない？怖っ。よいしょ。ほんで、まだ行ってないところあるかな？こっちか。お、宝箱めっけと。サンゴのかけら。あとはどこに行けばよいのでしょうか？よいしょ。あ、登れない。あ、ちょ難しいな。ちょっと待って、どこどこどこ。よいしょ。カメラワークが。ほんで、ここなんか光ってない？あ、灯籠か。家だよね。入れる？相変わらずこれはやるっていうね。あ、寝てる。あ、花坂じいさん？あれふが苦しいだに。この胸が締め付けられるようだに。じいさん具合悪いのか？あ、ちょっとちょっと、寝言かよ。あー、でも具合は良くなさそうかもね。この中にもあるじゃん。ちょ、風吹かせちゃったよ。おじいちゃん、風邪ひいちゃう。あ、やっぱ無駄なのか。どうしよっかな。今回は、とりあえずのとこの探索は、置いたかな？よいしょ。おっと、朝か。この不穏な空気が、あれ？どっかで見覚えあるじゃないか、君。おい。こんなところで何してんの？塗り壁に転職したの？あれまあ。あれ？いっぱいいるじゃん。繁殖したの？君たち。面白いね。お、で、違う兵士さんかな？おら、おっかねえだよ。ほれ、オラの背後にたたり場が見えるだろ？このたたり場から渦巻く容器。こいつのおかげで警備の仕事も気が気じゃねえだよ。こんな仕事ほっといて今すぐにでも逃げ出したいけど、沖の海じゃ海神水流様が乱心して大暴れ。もう何隻もの船が沈められたって言うだろ。前門の水流に後門のたたり場。おら、一体どうしたらいいんだよ。ここがたたり場になってんの？あ、ほんとだ。結構ギリギリのとこ見張ってるけど大丈夫？あなた。ということで、一旦ここで切ろうかなと思います。探索もし終えたと思うしね、個人的ってか、うん。まあ、お店の中には入ってないんですけど、次は、つづらう様とか卑弥呼様とか気になる、ね、人物の名前をいっぱい耳にしたので、まっすぐのね、方向に行きたいと思います。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたねー。バイバイ。